新人看護師の皆さん、こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。このコンテンツは、薬剤師の視点から、看護師さんにぜひ知っておいていただきたい、注射薬の基礎知識について解説していきます。第10回の今回は、ナースの知らない注射薬の世界3、フィルター必須、または 近畿の注射薬と題ししてお送りします。輸液療法ではガラス片やコアリングによって混入するゴムなどの異物混入や配合変化による沈殿物微生物汚染空気側栓などが問題となるため調整時あるいは投与時にフィルターが使用されます。一般的に、 湯液フィルターを通すす。のが理想的だと言えます特に有液フィルターを通すべき注射薬として不溶性の微小物質が想定される薬剤例えば凍結乾燥製剤微量元素製剤エトポシドパクリタクセルなどがあります。 次に輸液中の酸により炭酸ガスを発生させる薬剤例えばメイロンなどが挙げられます。あとは TPN 製剤も該当しますしかし薬剤によってはフィルターへの目詰まりや吸着フィルターの溶解、 フィルターからの液漏れ等も報告されており個々に添付文書インタビューフォーム等を確認しておく必要がありますまたご覧のように PVC 製輸液セットに吸着執着する薬剤もあります吸着すなわち容器表面に付着する注射薬としては GCSF インスリンジアゼパムなどがあります一方執着すなわち容器内部に浸透する注射薬としてはニトログリキセリンがあります最後に看護師さんへのメッセージです添付文書や説明書で フィルターの可否を確認しましょう。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。病院薬剤師って素晴らしい。ご賛同いただける方は、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。